はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカディア動画を撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、今日やっていくのは、はい、来ましたね、霊獣ガチャね、霊獣召喚か、第6弾って書いてあったかな、ということで、やっていくわけなんですけれども、まあサムネにも出ていると思うんですけれども、無課金がこのね、今回の霊獣を引くべきかっていうことに、フォーカス当てるんですけど、とりあえずね、まず霊獣召喚のイベントの、考え方というか心構えですね。はい、で一番大事というか、ちょっとね注意しなきゃいけないこと、これね、天井がね引き継がれません。はい、だから要はこれ40回で天井なんですけど、例えば20回回して出ませんでした、あと20回回せば天井で、もらえるはずなんだけど、イベントが終わりました、また次のイベントが来ますっていうと、そのカウンターがねリセットされますね。はい、継続ではないので注意してください。自分もねちょっとそこ前間違ってしまいまして、今ねカウンターが40に戻ってしまっているという状況ですね。はい、これがまずね基本的なことなので間違えないようにしましょうと。で、無課金がねこの霊獣召喚を回すにあたって考えないといけないこと、っていうのはね、まず霊獣をねこれ嫁らせるってことが、課金をしない状況だとね結構厳しいです。はい、あの英雄とかに比較すると、あの全然無理ですね。星5を、育てるっていうのは無理です。ちなみに自分が何持ってるんだっていうと、こんな感じですね。あの新しく出た霊獣の中で言うと、白虎が今星4、牛が2で竜が1で9騎が1、あとはないっていう状況なんですよね。でこの中で、あの最初の頃ってさ、まあ最初に出るのって牛と竜だったんですけど、目新しいんでなんか取ってみたみたいな感じで、1年経った今でも星2と星1なんですよ。で星2星1だと、まあ使えないんですね、この2つ。ほぼ使ってないですね自分は。竜に関して言うとどうだろう、ほとんど使ってる人あんま見ないかなっていうぐらい、使用頻度自体も少ないですね。まあ牛はまだ使いようあると思うんですけどっていう状況で、無課金だと嫁らせるのが非常に難しいので、あの狙いに行くパターンは2つしかないですね。2つ、例えば白虎みたいに、これは星4まで、結構取れてると思うんですけど、星5まで、もう狙いたい、時間をかけて狙いたいぐらい価値のある強い、霊獣です。はい、そういったのはやっぱりもう時間をかけて、あの少しずつでいいんで取っていっていいんですよ。その代表格が白虎です。自分も今回白虎を星5にするっていうのがちょっと目標ですね。はい、で一方でもう一個のパターンが、無課金の場合は霊獣を回すとしたら星1、低レアの場合でも使えるキャラじゃない、使える霊獣。はい、その代表格が9騎ですね。9騎は星1でも使えます。開幕時の、これね、支配、補助スキルかな、戦闘開始時に味方全体のデバフを解除、これが強いんですよ。なので星1でも使えるということで、自分はねもう白虎9騎これは、使ってます。で、普通のね、初期の霊獣、鹿とか狐とか肥沃とか、そういったのはもうね星5に全部なってるんですけど、初期の、星5の方が中途半端な、例えば牛の2とか星3とかよりも全然強いですね。なので、無課金が霊獣ガチャを回すとしたら、もうこれは絶対星5まで取るぞと決めて回す、もしくは、低レアで使える、その2択で考えてください。じゃあね、そういった考え方で今回のトーダって読むのかな、このヘビさんね、見た目はめちゃくちゃね好きなんだよ、かっこいいんだけど、これをじゃあ無課金が回すかっていうことに関してちょっとね話をしていきたいんですけど、答えから言います、ないですね。はい、残念ながらないと思います。はい、無課金の場合ね、一応ね戦闘スキルとか見ていこうと思うんですけど、まず戦闘スキル、 HP が最も低い敵1行に対してダメージを与える、 HP が 40% 未満の対象に対してさらにダメージが増える、追加で、これが付与、蛇毒っていうのかな、蛇の毒ねが付与する、 HP 回復を受けるときに回復量が減るということですね。このスキルのポイントとしては、弱いところにつけ込めると、で回復もさせないよみたいなコンセプトですよね。だから使うとしたらどうだろうね、火力の上乗せ
まあ、速攻パとかいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、速攻パで倒しきれないものを、これで補助する、そんなイメージでしょうかね。まあ普通のねサポートでもいいんですけど、まあより速攻パのが生きるかなっていう印象はあります。星5になると、これが HP が最も低い1行に対してダメージが当たって 60% 未満の場合にさらに 50% 上昇し、会心が 50% 上昇し、追加の、バフを3回解除する、毒殺が不要、 HP を受けるとき回復量が減るってことね。でかつ、英雄によるバフを獲得するとき 50% の確率で失効する、だからバフもつけさせないよっていう、まあ星5はまあまあ強いですよね。まあまあ強いと思う。うん、なんだろうな、特に特色はないけど、まあそれなりに使えるし、まあまあまあみたいな、そんな感じですかね。使えなくは全然ない。まあ強いと思います。ただ無課金でこれをね、あの星5にしていこうっていうね、今からやっていくぜみたいな感じのスキルではないんですよね、残念ながら。ということで戦闘スキルは、まあ長い目を見てもない、星1でも使えないということで無課金はない。じゃあ、こっちね、補助スキルどうか見ていきましょう。戦闘開始時に味方全体に濃霧を付与。これは戦闘開始時だから結構ポイント高いなという出だしなんですけど、濃霧の内容は敵単体、単体攻撃を受けるとき、反撃と追撃のスキルを除く、 30% の確率で攻撃対象が同じ行の変更し、かつこの、これはねない。だって 30% の確率で低すぎるじゃないですか。だから星1で使えないんですよね。なので、あの星1の運用っていうのが、まあ、このね投打はなくなりましたね。戦闘スキルも補助スキルもね。でこれ星5一応見とくと、戦闘開始味方全体濃霧を付与して、単体攻撃、この単体攻撃を受けるときっていうのはちょっとね、ちょっとしょぼいよね。単体じゃないとダメなのかみたいな。反撃とかも除くし、じゃあ仮に単体攻撃がめちゃめちゃ流行ってます、全員バチを使ってますよみたいなときは 70% の確率で味方英雄に HP が最も高い、さっき低いじゃなかった、書いてないか、あれ、あ、いいのか、 HP が最も高いものに変更されて、かつこの攻撃による最終ダメが減るということね。次のターン開始時に敵全体に何とかを付与する、これは通常攻撃時に最終命中率が 30% 低下しね、ああこれね、はい。ということでね、星5ね、なんか微妙、なんか微妙じゃないですか。単体攻撃に絞ってるってことと、まあ 70% の確率だからまあまあ入ると思うんですけど、その確率制限があるっていうこと、この2点がちょっと微妙ですね。でこの追加で次のターン開始時にっていうのもちょっと微妙、次のターンっていうんでね、もうこれ戦闘開始にしてくれればいいよね、まだね。まあでもね、戦闘開始時にこれが入ったとしても、これ、ね、通常攻撃時にっていうねところなんですよね。気力攻撃には入んないんですよね。でね、今ね自分ねギパを使ってて、まあギパ強いんですよ、強いんで、強くて、ガクシンのねパッシブの星子だっけ、あの盲目になるやつ、あれがね強くて、あのね、ガクシンとウキンを同時に、出すことによって他の味方にも盲目の、効果が 60% ねつくわけなんですよ。だからシールド壊した時に盲目になって、ほとんどねこう空打ちっていうか回避するんですよね。だから例えば呂布の全体攻撃とかも半分ぐらい回避するんで、盲目ってねめっちゃ強いんですけど、これがね最終命中率が 30% 低下するから、これをもし学進パーティーでこれをつければさらに盲目入った時に空打ちになるなと思ってたんですけど、通常攻撃時にっていうことなんで、気力攻撃の時はなんないからね、ちょっと残念なんですよね。そういった意味でギパを使ってる自分でも、この星5のね支援スキルもちょっと怪しいかなっていう感じですね。はい、ということなんで、投打に関しては無課金の方はあんまり考えなくてもいいのかな。見た目がめちゃくちゃイケてるって感じの人は取った方がいいと思います。はい、見かけがイケてたらね取るしかないから。はい、ただね、あのさっき言った2か条ね、星1、星2でも使えるに当てはまらない、あとは時間をかけて星5まで、育てたいに当てはまらないということで、
自分はね投打はちょっとないんじゃないかなということを、話しさせていただこうかなと思います。はい、じゃあね今回自分は回さないのかっていうと、この霊獣召喚券ね、大事なことは確保しておきましょうってこと。このショップでねやっぱり60枚でしたね。なんで3万厳正、自分は今2万6000しかないんですけど、なんとかあと12日間の間にストーリーを進めてね、3万はこれ絶対取ります。はい、取って貯めといた方がいいですね。はい、貯めて次回何が来るか分かりませんが、そこでぶっ放せる可能性があるんで、それは取っときましょうと。でこれね美味しいのがね、メダルで買えるんですよね。この白子、ようやく無課金の自分も白子を星5にすることができましたということで、今回ね白子に使っていきたいと思います。今3万3000あるんで、360だからいくつ ?200?195? はい、195だよね。200、350、はい、これいきますよ。パチッ。はい、ということでようやく白子が星5になります。来ましたね星5。これね霊獣星5になると結構戦力が上がるんですよ。今めちゃくちゃ上がったよね。ちょっと早すぎて見えなかったんですけど、うん、白子はねマジで強いから、うん、ダントツ強いんで星5ね、うん、狙っていいと思いますね。はい、なので無課金おすすめは、チケットを貯めて白子をね、いずれ、まあ、1年経てば自分もねなったから星5になると思うし、星5じゃなくても全然使えるから、星4星3でも、うん、これは火力の上乗せっていう意味でかなり強いのでめちゃくちゃおすすめですね。はい、はい、ということで本日はですね無課金の目線で、霊獣召喚どうすればいいかということを話させていただきました。参考にしていただけると幸いです。お疲れ様です。